六番水市は中華人民共和国紀州省に位置する地球市。六番水市は紀州省西部に位置し、東は安順市、西は雲南省局安市市、南は県西南部遺族宮臓族自治州、北は筆折市に接する。長江水系と玉江水系の分水嶺に位置する。玉江支流の北番号が流れる。春秋時代は国。 戦国時代は野郎国の半島であった六番水が中原の支配を受けるようになったのは旗による中国統一語である。旗はこの地を馬軍関陽県とし、関代には軍を呼び権威軍が設置された。随代には三子の勢力下になり中原支配から独立するが、東代には湯望む州、万州の管轄とされた。総代は螺殿国、螺式国、 うやべとして中原支配から独立、現代に広し安治が設置されると新末まで広し安の名称が使用された。中華民国成立後は水木県、番県、老体県が設置され、その後の行政改変を経た後、1987年12月に水木特区が廃止となり、水木、大河、大家斎、台湾、老陽山、観音山の六鎮及び上官、 教場、麒麟、特、鳳王、白油、月賞、酢賞、糸徳、芸期、農服、三号、サンゴに包みの十三教を統合し六く万水使が成立し、現在に至っている。西勝区一研究、四、一特区を管轄下に置く。六枝工区、水木工区、万県工区、六万水畜、六万水市、六万水は、江南寿司との衣装を有す調校委員団における。 中国最大の石炭生産拠点である。石炭の推定埋蔵量は569億トン、また天然ガスの推定埋蔵量は1億、立方メートル以上である。農業分野では風いの獅子と称される豚肉、キウイフルーツ、途中などが特産品である。ありがとうございます。